谷山線は、鹿児島県鹿児島市高来町の竹行き協定場から、鹿児島市東谷山2丁目の谷山停留場までを結ぶ、鹿児島市交通局の軌道路線である。一部の資料では、第1期線の全区間を含めて、谷山線としていることもある。沿線には、カーフェリー乗り場のある、鴨池港や鴨池球場がある。南鹿児島駅前停留場あたりから、 谷山停留場まで、いぶ枕崎線と並走する。路線のうち並田橋停留場より、谷山停留場の間は、専用軌道区間となっている。なお、市電系統としては、第1期線との直通運転を行っている。鹿児島で最初に開通した電車の路線は、鹿児島電気軌道谷山線であるが、この路線は、放機場警便鉄道として建設された。 これは連結運転を考慮したためと言われている。開業時7両の電車が用意され、1913年以降に電動貨車が加わりて、小荷物や鮮魚の運搬に使用された。また路線では1915年以降、鴨池、谷山間が単線化され捻出した機場や枕木などを新線建設に転用した。この区間が、 伏線に復活したのは1949年であった。開業時より、竹行き京、谷山間は前線専用軌道であったが1960年に、竹の橋付近の路線の東側に振動が建設され、中央部に軌道を移設することになった。1959年度より、軌道基面降下工事が進められていき、1963年11月に、 鴨池氷本館の鴨池停留場付近の高架線が平洋軌道となり、同停留場は2階建ての駅舎であったが解体された。1964年2月、竹行橋平洋橋完成により新屋敷、氷本館が平洋軌道となった。括弧内は救命。ありがとうございます。